新型コロナウイルス感染症、新型コロナウイルス感染症対策本部、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議、新型コロナウイルス感染症対策本部、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の、会合新型コロナウイルス感染症対策専門家会議は、日本の新型コロナウイルス感染症対策本部の、元、2020年2月から、 新型コロナウイルス感染症の対策について医学的な検知から助言等を行うために開催された会議である2020年7月3日に廃止されたその後新型インフルエンザ等対策閣僚会議に設置された新型インフルエンザ等対策有識者会議の下で新型コロナウイルス感染症対策分科会が発足するとと,ともに厚生労働省の 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードの活動が再開した。新型コロナウイルス感染症対策専門家会議は世界で感染が拡大した新型コロナウイルス感染症への対策のために医学的な検知から助言等を行うために2020年2月14日に新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の開催についてに基づいて設置され、 2020年2月16日から開催された。会議の書務機能は厚生労働省など関係する機関の協力の下で内閣官房が担った。内閣に設置された新型コロナウイルス感染症対策本部の下で医学的な検知から適切な助言等を行うことを目的とした。座長には国立感染症研究所所長の脇田隆史が就任し、副座長には 地域医療機能推進機構理事長のオミシュゲルが就任した。ワーキタは医学者であり、世界で初めて CE 型肝炎ウイルスの培養に成功し、ワクチン製造への道を開いた業績で知られている。また、オミは厚生官僚や国際公務員として活躍し、西太平洋地域での急性開発随炎の根絶に成功したことで知られている。 新型コロナウイルス感染症対策本部新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の会合第1回会合が開催された総理大臣官邸5月中旬専門家会議では発言者が特定されない形式の議事概要はあるものの誰がどのような発言をしたかをすべて記録した議事録を残していないと報道された政府は3月上旬に 新型コロナウイルス感染症にかかる事態を行政文書の管理に関するガイドラインに基づく歴史的緊急事態に指定し公文書の管理を徹底することを決定した。それゆえ同会議の議事録を残さないことは対策検証の妨げになると報道機関や野党から批判が起こった。政府は同ガイドライン上の政策の決定または 了解を行う会議等であれば発言者と発言内容の記録が求められるが、専門家会議はこれには当たらない、政策の決定、または了解を行わない会議等であり、議事概要のみで良いとした。これに対して、同ガイドライン上はそもそも歴史的緊急事態かどうかに関わらず、閣僚が出席する会議や専門家会議に相当する審議会等や、 懇談会等などは発言者を明示した議事録の作成が義務付けられているとする見解もある。5月14日、厚生委員の岡部は記者会見で発言者が分かった方が良い。誰がどういう発言をしたかは責任を持った方が良い,い。情報公開を断るようなことはしていないと述べた。5月29日、尾身副座長は記者会見で議事録の公開は 政府が決めることと説明した上で、議事録の公開に反対しているという人はいないんですと言及した。6月1日、菅義偉内閣官房長官は、衆議院決算行政監視委員会で、方向に従うのが政府の考え方だ。別段止めるとか申し上げる立場にないと述べた。6月8日、安倍晋三内閣総理大臣は、衆議院本会議で、今後、開かれる。 会議の議事概要については発言者名を明記することで了解が得られた。即記録についても適切に保存し、保存期間満了後は国立公文書館に遺憾の上、原則、公表扱いになると述べた。過去の会議については、西村康都市担当大臣が6月7日の記者会見でメンバーの総意として名前を特定しない、 疑似概要の形にしてほしいということだったと述べている。その理由について、菅官房長官は6月9日の衆議院予算委員会で、ある特定の業種に対し、店を閉めてと言った人に、いろいろな弊害が現実にあったためだと説明した。政治学者の牧原、いずる東京大学先端科学技術研究センター。 教授は専門家会議の議事録ばかりに目を奪われていてはいけないとして、新型コロナの専門家会議の決定について、官邸で行われる関係閣僚などによる連絡会議や全閣僚で構成される新型コロナウイルス感染症対策本部で審議され、緊急事態宣言に関わるものについては、専門家が委員を務める基本的対処方針等諮問委員会で議論されていることから、 政府方針の決定プロセスの全貌を検証するために専門家会議以外の会議体の議事録を速やかに公開することを求めた。専門家会議の議事については経済財政諮問会議のような公開手順を適用するべきだとした。新型コロナウイルス対策担当の西村康都市経済再生担当大臣は6月24日の記者会見で専門家会議を廃止し、 メンバーを拡充するなどして、新型コロナウイルス感染症対策分科会を改めて設置することを発表し、6月28日の記者会見で専門家会議は分科会へ発展的に移行すると説明した。分科会とは別に、厚生労働省が専門家の意見を聞く助言組織を近く再開することも報じられた。7月3日、 新型コロナウイルス感染症対策本部が持ち回りで開催されて専門家会議を廃止することが正式に決定し新型インフルエンザ等対策有識者会議のもとに分科会が設置された専門家会議の廃止をめぐって西村大臣の6月24日の記者会見が専門家会議の記者会見と同時刻に行われおみが廃止を 知らないと語ったことなどから物議を醸し、後に西村大臣は私が廃止と強く言い過ぎ、専門家会議の皆さんを排除するように取られてしまった。反省していると釈明に追われた。国会で立憲民主党の安倍智子衆議院議員が専門家会議からもっと発言してもらいたかったと述べるほか、与党からも公明党の斎藤哲夫幹事長が、 専門家会議に対する国民の信頼や期待を裏切ったのではないかと説明不足に苦言を呈した。新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の前進機関であり、新型コロナウイルス厚生労働省対策推進本部に設置され、2020年2月7日と2月10日に開催された。2月14日、内閣設置の 新型コロナウイルス感染症対策本部のもと、新たな構成員を加え、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議に、改組した。専門家会議廃止に伴い、改めて厚労省の助言組織として再開し、新たな構成員を加え、7月14日、第3回会合が開かれた。7月30日、第4回会合が開かれた。8月6日、 第5回会合が開かれた。各会の資料は厚生労働省のウェブサイトで公開されている。2020年7月14日、現在以下の通り。2月10日までのメンバー、新型コロナウイルス感染症対策分科会と県民、新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する厚生労働省対策推進本部第1回資料。 https://www.mhlw.go.jp/.stf/.sei-sa-k-u-n-i-t-s-u-i-t-e コロンススララッッシシュュスラッシュスラッシュ /.new-page-e-00013 html 厚生労働省2020年5月10日閲覧新型コロナウイルスに関連した 感染症対策に関する厚生労働省対策推進本部設置規定第5条対策推進本部の元に感染症等に関する専門家によるアドバイザリーボードを置くことができる。アドバイザリーボードのメンバーは本部長が指名するものとする。加藤大臣会見概要 www.mhlw.go.jp 厚生労働省10時27分10時54分2020年5月9日閲覧私どもの対策とこの厚労省の対策本部に有識者からなるアドバイザリーボードこれはもうすでに設置をさせていただき頻繁に会合していただいたり時間がない場合にはそうした方々と接触しながらそのアドバイスを受けているところでありますしかしそれが厚労省だけでいいのか 政府全体についてアドバイスをその方からしていただいていいのか、そういった課題もあるんだろうと思います。加藤大臣会見概要、www.mhlw.go.jp 厚生労働省17時25分から18時6分、2020年5月9日閲覧、もともと厚労省にあったアドバイザリーボードをさらに充実して内閣のもとに 対策本部のもとに置いたということであります。ありがとうございます。